休み。どうなの具合は。サンキュどれどれ？まだ微熱あるかな？ショーゴ、君、ご飯まだでしょ？作ってきたんだ。君の大好物、甘くない卵焼き。昔よく市販のお弁当に入ってる卵焼きが甘いって避けてたじゃん。そうだよ。それでうちのはこんな味付けじゃない、もっとさっぱりしててうまいんだとか言ってさ、その時もそれはだし巻き卵だよって教えてあげたのに覚えてない？
がわかるっていうの？平気？風邪なのにお風呂なんて入ってさ。何がわかるっていうの？そうなんだけど。湯冷めしたらいけないもんね。はい、どうぞ。いいじゃん、疲れちゃったんだもんね。半分こ。いいじゃん、熱下がった？正午のケチ。病人だから今日はこれくらいにしといてるわ。正午、ここんとこ読んで。ここ。ちゃう。こっち。アホ。それは私のセリフでしょ。こっち。あなたは何が言いたいの？ダメだこりゃ。ひどい棒読み。怖いってじゃ練習にならないよ。帰ろっかな。そろそろ明日も撮影だし。じゃあ
モリのバンブク TV の時間。やした、これが見たいから早めにお風呂入ったんでしょ。じゃあ本当に帰るね、バーイ。こんにちは。そっか、こっち寄っていいか。じゃあ開けて。天罰が下るぞ。
バレバレなんだよ。匂いだよ匂い。残りが、これがモデルの匂いか。違う、ネオちゃんのはこういう香りじゃない。もっと甘い匂いだ。香りに対する分析力を見くびるな。だったら目を見ている。そうか、お前の今の彼女はネオちゃんなんだろ。最低、背徳者、日本国民の権利を剥奪するべき大バカ野郎。日本は一夫一妻なんだよ。重婚は罪だ、浮気も罪だ。彼女に内緒で昔の女を連れ込んでる時点で立派な浮気なの。あれだよな、無知は罪って言うけどさ、お前のそれは何？本当に知らないのか、知らんぷりなのか、知らんぷりしてるだけの自分を知らないのか、どれなのかわかんないけど、知らなければ仕方がない。そう、仕方がない。自分は知らないのだから、汚いことも悪いこともした覚えはない。だから自分のせいで誰かが傷ついたとしても、自分は罪を犯していないはずだ。自分はいつも誰の立場にも寄らずに、一歩外に立って、ただ眺めるような生優しい目を世間に向けて、そうしていれば何も咎められるはずがない。咎められたとしても自分には罪がないから許されていいはずだ。そういう自分をごまかすための言い訳をいつも心のどこかに携帯して生きてる。俺はお前のことが好きだけど、お前のそういうところに時々カチンとくるよ。お前、ネオちゃんを傷つけてるぞ。